お,いーおしちゅうだー。ね。ね、えー、今回は、うんまあ、代表的なところ、これからいこうかな。サブマシンガンのマガジンポーチ。まあ、これはまあ、トンプソンですね。トンプソンの、えー、30連用です。えと、ー、どこんに、ね、しか入ってんのかな。ああ、もう消えとるな。 でも1944年とかじゃな,かったないかな。まあこれ使ってたんでね。で、海兵隊のスタンプが大きく入ってます。まあ別にね、マガジンも今手元にないし、うん、まあまああれですけど対戦物の,のマガジンポーチの中では一番典型的、あのね、 トンプソン用とか探すのならばこれが一番手に入りやすいんじゃないですかねまあもう今となって安くはないとは思いますうーん20年以上前に56千で買ったんじゃないですかねもう今無理ちゃうかなデッドやったらねあこ,こっちの方が手に入るかもしれないですねこれ20連なんですよねで5本入ってちょっとねまあこの これより古いと思うんですよね。一応42年。これも海兵のスタンプ入ってます。これはね、でもね、この海兵入ってないやつも見たことあります。でまあ、それが果たして陸軍なのか、まあ、同じ海兵やけど、このスタンプが入ってないだけなのか、わかんないですけど、ただ普通に考えてね、陸軍ものの、 これにしてもこれにしてもマガジンポーチがないなんてちょっと考えにくいんで。ね、有名なとこで言うと、いや、写真は絶対あるはずや。大、まあ、戦もの写真僕あんま見ないんで。<laughs> ちょっと覚えがあるのは、これ、これを改造してなんかこう、こう、つけてる空挺の隊員とかの、ちょっと記憶にありますね。まあ、それはちょっとありうなんで、あれですけど。 えあとトンプソンのマガジンポーチであるのがこれです。あもう一回入るもん、手でだよな。これはちょっと珍品じゃないでしょうか。プリティッシュマイルですね。まあ当時は、まあ、ベルトループは別に珍しくないか。うん、なんかあんまり米軍っぽくないボタンがいかにもイギリス軍ね。これ最後はどうなんかな ブリティッシュメイドだけど別に米軍向けじゃないんかもしれんね今から思ったらねあのイギリス軍もトンプソン使ってたと思うんでまあ僕は記憶にあるのはなんかドラムマガジンさしてる使ってるねイメージしかないですけど米軍よりもイギリス軍の方がちゃんと使ってたんちゃうかななんかこのボタンの方がぶっ飛びそうにないまあ安心してるとダメなのかな なんかこっっち側になんか刻印入ててますねピンボケういうこういうボタンでちょっと米軍のボタンと全然違いますよねあとはねあのあれですそ大した問題ですあのこれ多分ね前にも一回紹介してるんですよねこれグリスガンのマガジンポーチなんですよね年代わかるかな わかんねえかなもうこれ多分45年とかやと思うねんだけどな。うーん、わかりそうでわかりない。ね。戦後っていうやつではないと思うんやけどな。この思い込みって怖いよな。うん、この上の色は大戦もの色だけど、こっちはあんまり大戦物っぽくないよね。 対戦もこういう色の装備だったかなって感じしますよね。で、まあ、色がちゃうだけでね、トンプソンとそっくりなんですけど、こうやって比べるとね、ちょっと大きい。グリースガンの方がマガジンがちょっと長いんですよね。同じ30連やけど、トンプソンの方が、 まあこの並べ方が違うんかなね、ダブルカラムのねうんまあ見れば見るほどそっくり生地も基本同じキャンバス地っていうんですかやしもう色と大きさがちょっと違うだけですよねこいつはドットボタンになんか刻印入っとんの分かるかな分からんかなね えーっと、お前やったらここで50年代のね、普通のグリスガンのマガジンポーチを紹介すりゃいいんですけど、えー、っと、装備の中に埋もれてて実際使ってるやつなんで、ちょっとめんどくさくて出,さ出しませんでした。まあ、普通なんで、ええかな。前にも紹介したやろな。前は。えー、っと、こいつはちょっと珍品で、 もうなんか作りもんちゃうかなみたいな。こ裏見たらちゃんとね、スタンプ入ってるんですよね。ポケットアムニッションマガジン、SMGM3、DSA100-1614 か。まあ年代は特定できひんけど、これはもう限りなく怪しい。いや、うん、こういうのどうなんやろ。 なんか、生地がなかったからこれで作りましたみたいなやつなのか、これ何の生地やろうな。パップテントと一緒なのかな。なんかそんな感じなんですよね。普通 <laughs> いや、ますます普通のグリースガンのマガジンポーチゆるやんけって言わなあかんな、うん。普通のグリースガンのマガジンポーチの生地は、 もうちょっとこんな感じか CIA ポーチやけどもうちょっと硬いと思うねなこれ絶対やら,柔らかいというかね薄,薄いというかね強度がなさそう長さはこいつとまあまあ似たようなもんかもうなんかちょびちょびっと短く感じるな まあグリスガンのマガジンポーチでもなんかマガジンによっては蓋が閉まりにくいやつとかあるんでよねむしろトンプソンと同じに見えるって感じやな一応 M3 ってしてあるんやけどな映、うん、したかなねえこれ入ってるんですけどうんまあ US ってデカデカと入ってるのはこいつと一緒かうん 謎。これ、こういう時に知識がないと、こう、口で説明しにくいな。このー、ねえ。完全に同じ生地を探してくりゃいいんかな。あるかな。パップ10とか。なんかちょっと変わった生地なんだよね。服に使うような生地ではないんですよね。謎。これを見た感じでわかる人いるかな。 絶対コメント来そうにない気がするましてや心眼のほどもちょっと若干怪しいんで何ですかそれみたいな感じかもしれないなうんとりあえず今パッと手元に出てくるね米軍の対戦網か南無線にかけてのサブマシンガンのマガジンポーチがちょろっと紹介しましたまあ正式なものは3つぐらいしかないんでね まあ、そもそも50年代のやつ足しとけって感じだけど、まあ、それは、あの、押しチューブだな、ということで <laughs>、ご勘弁ください。ではでは。